インコース1号艇峰竜太、初戦から大きな整備も今節ありました。逃げてリズムアップ図ります。2コース2号艇松井茂、すでの実績ならば右に出るものはありません。ここはピストンリング交換です。センター3コース3号艇ブス島誠、今日はクランクシャフト交換の大整備、3番のポイズンアイランドが華麗に舞ってみせるか。4コースは4号艇西山隆弘が入ります。初日は5コースからまくり出して1着と、6選手の中では唯一白星がありました。5コースは5号艇菊池浩平です。昨日はまさかのスタートもあってゴンロクスタート、このままでは終われません。ピストンリン交換です。6コース6号艇篠崎元氏、今日こそ65機のパワー爆発なるか。カードは4コース4号艇西山3対3です。1号艇峰人気の中心、3号艇ブス島人気対抗格です。2日目メインカード12レースツックンドリーム戦、内から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇峰、そしてダッシュの3手も好スタート。逃げる1号艇峰竜太、2号艇松井が刺して、まくる3号艇ブス島、巻き出すのは5号艇菊池、内側から4号艇西山が続く。逃げる1号艇峰竜太が先頭、2番手の内側から4号艇西山、外は2号艇松井がここで並走、4番手から内に進路を変えた3号艇ブス島、スタートは正常です。2マーク2番手の3号艇ブス島小回り、握ってかわすのは4号艇西山、切り込んだ2号艇松井が続きます。2番手は4号艇西山優勢、3番手の内側から2号艇松井、外とは3号艇ブス島接戦です。1マーク1号艇峰、4号艇西山クリア、3番手の内切り返してきたのは5号艇菊池、握ってかわしていった2号艇松井が3番手優勢か、大外回っていった3号艇ブス島4番手から追走、上位は1番4番2番です。ナニタマークは1号艇峰竜太独走でクリア、2番手4号艇西山隆弘、そして2号艇松井茂、握り込んでくる3号艇ブス島4番手、後方から5号艇菊池、6号艇篠崎、6艇ホームステッチ最終周回です。インからしっかりと押し切りました。逃げた1号艇峰竜太が先頭です。2番手4号艇西山が上がって、3番手2号艇松井が V 山って優勢、握り込んでくる3号艇ブス島、現在3艇審査4番手、3連単142.4倍、143.17.2倍です。ラッサンマーク人気に応える1号艇峰竜太が2日目のメインカードツックンドリーム戦制します。2番手4号艇西山、3番手も2号艇松井が守りきたが、142で合流、1番峰竜太五輪、4番西山五輪、2番松井五輪、3番ブス島、5番菊池。